はい、皆さん、こんにちは。公認会計士 YouTuber の黒井です。さあ、今回はですね、公認会計士になるとモテるのか、モテないのか、まあ、こういうテーマでね、お話したいなというふうに思いますけど、まあ、このテーマはね、ずっと昔から言われてる話でね、まあ、いろんな人がね、いろんなこと言ってますけど、でね、いろいろ質問を受けたりですね、まあ、Twitter とね、話題になったりしますけども、じゃあ、この機会に私の意見をね、ちょっと言いたいなというふうに思いますけども、もう早速ですね、私の意見を結論から言うとですね、うるせえ、こんな野郎です。もうね、公認会計士になればモテるとかね、もう公認会計士のブランドがあればモテるみたいな発想がもういけてないですよね。公認会計士のブランドさえあればモテると思ったら大間違いですからね。まあ、例えばね、皆さんがね、もう公認会計試験に受かりましたと。で、監査法人で働きました。まあ、それでね、もう意気揚々とね、合コンに行くじゃないですか。でね、合コン行ったらね、なんかモテるんだろうなみたいなね、期待に胸を弾ませてね、こう合コンに行くわけですよ。でね、合コンの定番のトークテーマだよね、お仕事何されてる方なんですかっていうね、まあ、そういうトークが始まるわけですよ。まあ、そこでね、これ来たと思ってね、唯一の武器を出すわけですよ。あ、私は公認会計士をしておりますなんてね、言うじゃないですか。そうなるとね、どうなると思います？もうね、絶妙にね、微妙な空気になりますよ。まあ、つまりね、公認会計士って世の中一般的にすればですね、なんかね、名前は聞いたことあるけど、何してる人なんだろうなみたいなね、そんな感じの職業なわけですよ。なんかすごい人っていうのは分かってるんだけど、何してる人なんだなっていうね、そういう疑問がみんなね、浮かぶわけ。だからね、会計士ですって言ったらね、みたいなね、そんな感じになるんですよ。でね、会計士でどういうお仕事をされてるんですかっていうね、そういう質問を受けるんですよ。それでね、会計士の仕事を真面目に語り出して、会計士ってね、こういうものなんですよとかね、覚えたての仕事をね、こうどんどん披露するわけじゃないですか。もうそうするとですね、その会計士の仕事を語れば語るほどですね、その女性の心をね、どんどん離れていきますからね。合コンでね、そんな真面目な話にね、誰も興味ないですよ。しまいには会計士と税理士の違いなんか言った日にはもう終わりですよ。もうその話をね、誰かが話し始めた時点でね、もうその合コンは終わったと思ってください。じゃあ逆に茶化せばいいのかと思うんですね。もう茶化せば茶化すほどですね、もうなんかね、不誠実な人だなっていうふうに思われてね、その合コンは終わったと思ってください。どの道終わります。これはね、ちょうどいい回答を見つけるのに多分ね、めちゃくちゃ時間かかると思います。10年経った今でも私はちょうどいい回答を見つけることに苦労してます。じゃあ、その会計士ですって言った後のね、その微妙な空気をね、どう打開するかと。皆さんどうしますか？苦し紛れに年収の話でもしますか？はい、私は会計士をしております。あ、ふん。ですね、年収は1000万ぐらいですとかね、そんな話しますか？もうドン引きですよね。聞かれてもないのに年収の話したらね、もう終わりです。まあ、これでわかる通りですね。いかにね、合コンでね、会計士をアピールしようがね、合コンでこのバッジをね、つけていったとしてもですね、絶対モテないですかね。まあ、なんでこんなことを言ってるかというとですね、私別に公認会計士の名誉と地位をね、こう落とし入れようってね、そんな意図はなくてですね、公認会計士のね、ブランドだけで勝負するような薄っぺらい人間にはなってほしくないなという意図でね、ちょっと申し上げてるわけなんですよ。いかにね、公認会計士のブランドを持っていようがですね、その人間性がですね、クソだったりね、何の魅力もないような人間だったりね、何のキャラもないような個性がないような人間だったらね、それはモテないですよ。で、いろんなことに挑戦してですね、もういろんな経験をして、で、いろんな面白い話のネタとかね、作ったりして、で、人間的魅力をね、こう深みを出していく、まあ、これこそがね、モテる秘訣なんですよ。ブランドだけで勝負しようなんて大間違いですからね。会計士の資格は確かに、ね、素晴らしいもんですけど、皆さんの魅力ってもうそこだけじゃないはずですからね。まあ、ただですね、公認会計士の資格ってもう死ぬほど努力をした人しかなれないような資格なんですよ。で、世間一般は努力しない人が大半です。もう私過去動画なんかもう死ぬほど言ってますけど、もう公認会計士の資格はもうそんなに甘いもんじゃないんですよ。もう死ぬほど努力が必要です。まあ、ただ逆に言えば、公認会計士の資格を持ってる人っていうのは世間一般より上の人ってことなんですよ。死ぬほど努力できた人っていうことなんですよ。まあ、だからある一定以上の魅力は皆さん持ってるはずなんです。もうそこら辺の楽して生きようとしか考えてないような人よりもですね、人間的魅力はあるはずなんですよ。もうだからモテるためには死ぬほど努力して培った人間的魅力を武器にして勝負してください。もうそのためには気合と努力と根性、もうこれだけですよ。もうそうすればね、お金と地位はね、まあ、自然とついてきますからね。お金と地位なんかはもう付属品みたいに考えてもらったらいいですよ。究極的に言えばですね、もう職業を言わなくてもモテるっていうことはもう真のモテる人ですよ。もうたとえ合コンでフリーターですって言おうともね、それでもモテる人っていうのはもう真のモテる人かなと。まあ、だからまあ結論としてですね、公認会計士を武器にしてモテようとする発想はもうやめてくださいと。いろんなことに挑戦していろんな経験をしてくださいと。で、合コンに行きまくってくださいと。まあ、そうすればですね、話のネタもできますし、トークの仕方なんかもね、自然と覚えていきますよ。まあ、だからね、公認会計士の試験を受かった後にもですね、いろいろ試練があるんだというふうにね、覚えてもらったなというふうに思います。まあ、以上ですね、私ベラベラと偉そうにこう喋ってきましたけど、肝心のね、お前どうなんやっていう話ですけど、私はですね、独身です。